これね、いいですか、皆さん、よく覚えててください。さらに、10月26日、誰にも、私もスタッフも、誰にも言わないで思う、おこうと思っていた話が山ほどある。しかし、その口を開かせたのは、彼女自身に他ならない。はい、これまたね、このアイコンあるでしょ。これ私、飯山明ですよ。さらに、10月29日、今度はこれです。あ、この今日じゃん。本人が望むなら、すべての理由を公開してもいいが。そしてさらに、昨日ですね、国政政党になった翌日ですね、国政政党になった翌日、その党の党首である百田氏が、X で公然と発信したことは何かというと、我々は名誉毀損などの民事訴訟ではなく刑事事件として告訴しますと。これ誰のこと？これ誰とは言ってないけど、少なくともこれをね見ている信者さんたち、あ、ちょっとあの、あ、カイジ、カイジ、もんちゃん、もんちゃん、ちょっと、下、ちょっとあんたこっち来ない、あんたこっち来ない、あっち行って、ちょっとあの娘っ子が帰ってきて、ボンちゃんがあのお出迎えに行ったんで、そうなんです。刑事事件、そうでね、これは誰のことを言ってるかっていうと、少なくとも信者さんたちは、こういうコメントをしてるんですよ。ほら、またこれ。飯山あかりの葬り去ってください。こちらは飯山氏。こういう言い方ね。さらにまたこれ。妨害は本当に許せませんと。皆さんいいですか？こういう。言うぞ！晒すぞ！全部言うぞ！みんな驚くぞ！という、こういう数々の発信。さらに、刑事事件として告訴するぞという、こういう発信。これらは、すべて、共罪の可能性があります。可能性ですよ。でも、可能性があります。これは、どういう罪かというと、生命、身体、自由、名誉、または財産に対し、害を与える旨を告知して、人を共した場合に成立する犯罪です。これが、共罪でございます。いいですか、皆さん。凶悪罪の対象者に、まずこの害悪の告知をするっていうのが、これが凶悪罪が成立するための必要要件となっています。そして、この害悪の告知とは、本人や親族の生命、身体、自由、名誉、または財産への害を与えることを告げる行為のことです。害を与えるぞって告知すること。これが害悪の告知でございます。そしてね、害悪っていうのはいろいろあるんですよ。例えば、生命に対する害悪、財産への害悪、それだけじゃないんですよ。名誉に対する害悪の告知、これも凶悪罪になるんですよ。例えば、公表するぞですよ、皆さん。誰かに対して、公然とですよ。ネットで公表するぞ、公開するぞ、全部言うぞ！これは、共罪になる可能性があるんですよ。例えば、ここにはこう書いてあります。はい。いろんな、ね、ものに対する害悪の告知っていうのが凶悪罪に当たる可能性がある。例えば名誉に対してどういう害悪があるか。お前の隠していることをネットで公表してやる。例えばこれ具体例ですかね、これ。害悪の告知の具体例というのは、滝の通りになりますって言ってわざと書いた。お前の隠していることをネットで公表してやる。はい。これは名誉に対する害悪の告知になります。そしてこれは、SNS で言った場合にも
同様に適用される可能性がある。SNS で悪事を暴露しているなどの言論。これらの発言は、被害者の社会的評価を低下させるという意味で、名誉に対する害悪の告知に該当する言動といえ、同様に脅罪が成立する可能性があります。だって、この人まさに、百さん、そして島田議員、この人まさに、私の社会的評価を低下させるという意味で、特にね、百さん、バラすぞーとか言ってるわけでしょ。そして島田議員、もうやめろと。お前、そういうことはもうやめろ。YouTube やる。これですよ、皆さん。しかし、ある人の社会的評価を低下させる目的で、こういうことを言うと、これは犯罪になる可能性があるんですよ、はっきり言って。さらに、名誉に対する害悪の告知というのは、人の社会的な評価、ネットでばらまくぞに対する害悪の告知があれば足りると考えられていますと。いいですか、皆さん。あれ、国政政党日報党の百田代表が私に対してやってること。これじゃないですか。さらにですよ。このね、客観的に恐怖を感じるかどうか。つまり、あるその、書き込みに対して、その言われた方がね、私が恐怖を感じるかどうかっていうのは、これはね、関係性、その人物との関係性および体格差、こういうのも判断基準になるっていうふうに書かれてるわけ。関係性っていうのはどう？例えばね、私と百さんがすごい仲良かったら、百さんが私に対して、例えばね、訴えるとかね、刑事告訴するとか言っても、私は仲良かったらね、冗談言ってまたみたいな感じになるわけですよ。関係性ってあるじゃないですか。その関係性によってその言葉の受け止め方が違うってでしょ。だからそれはね、裁判のね、法律上もそれがね、適用されるわけ。で、その両者の関係性が仲良しなのか、あるいは険悪、あるいはいじめられているという状況なのか。これによって全然違うんですよ、この脅迫罪っていうのは、っていうふうに書かれてるわけ。私どっちでしょうか。明らかにこっちですよね。国政政党日報党の百田氏は私に対するいじめ、これ率先して扇動してるんですよ。ネットに全部証拠残ってるんですよ。そういう関係性にある人が私をほのめかして告訴する、とあるいはね、全部言ってやると、みんなびっくりするぞと、言わないでおこうと思ったけど全部言うからな、これは脅迫じゃないですか。さらにね、言われている方と言ってる方、これね、体格差によってもね、違うんですよ。でかいやつが小さいやつをに対してそういうことを言ったら、こういう人の方が当然不利なんですよ。だってこの人がね、この人に対してやるぞって言ったらね、こっちの人怖いじゃないですか。でもこっちの人がこっちに対してやれさーって言っても、なんだこれ力ねえくせにってなって終わりじゃないですか。だからこれも重要なんだって。私これ初めて知った。調べてね。で、私どっちですか。私はこれですよ。百さんこっちですよ。ただ体がでかいだけじゃないですよ。国家権力持ってますから。権力者ですよ。だって国政政党の党首ですよ。これも超絶権力者なんですよ。権力者がね、権力振りかざして告訴するぞ、刑事だーっていう風に言ってる、全部言うぞーと脅してんですよ。これは日報党ですよ、はい。
ね、ここに書いてある。ちなみに文言だけじゃなく、女性が言ったのか男性が言ったのかなどによっても、異なるので体格差があるため、状況を見ることも必要になってきますというふうに言ってる、はい、書かれています。はい、そしてね、この教材の証拠っていうのは、これは電話とかメールとかネット投稿も対象になるのって書かれていて、対象になりますって書かれています。はい、こういうふうに書かれている。電話やメール、文書などによる脅迫のほか、インターネット上で特定の個人やその親族を脅すような内容の投稿をした場合も該当しますというふうに、はい、書かれています。はい、もちろん私も証拠を、ね、全部押さえてありますよ。はい、当たり前じゃないですか。消しちゃうからね。はい、でね、あとさらにね、このよくあるでしょ、訴えるぞってよく言ってるじゃないですか。よく言ってる人いるでしょ。まあ、先ほどね、国政政党、日報党の百田代表もね、刑事告訴だって言ってますよね。はあ、でね、それは飯山あかりに対してそこには言ってないですよ。言ってないですけれども、信者さんたちはみんな飯山あかりだって書いてるわけ。だから、信者さんたちは、そのメッセージを受け取るわけですよ。百さんのね。これ飯山あかりだと。で、盛り上がるけど、やったやったれーっていうふうに盛り上がると。でもね、この法的手段を取るっていうのも、これも脅に当たるんじゃないでしょうかと。まずね、相手がした違法な行為や不当な行為に対して法的手段で解決を図ることは、これはもちろん正当な権利の行使とされます。もちろんそうです。はい、それはそうですよね。その何のために司法があるんだって話。これももちろん当然正当な権利の行為です。しかし、真実の追求が目的ではなく、実際に権利を行使するつもりもないのに、相手を怖がらせる目的で法的手段を取るといった発言をした場合には、教罪が成立する可能性があります。と書かれていますね。そして、法的手段を取るという発言以外にも、警察に通報する、裁判を提起する、告訴する、不正を告発するなどの発言や行動も同様に、教罪が成立する可能性があります。あ、私ね、ちなみにこの間ね、殺予告されたじゃないですか。あれは、で警察に通報するじゃなくて、警察に通報して、警察に行って、もう被害届も出したんですよ。これだから、本当に動いてるでしょ。だから全然脅迫でも何でもない。これは正当な権利の行使ですよ。全然脅迫してないでしょ。正当な権利の行使。その事案も皆さんご存知じゃないですか。こういうことがありましたと。実際殺予告されてました。危ないです。警察に行きました。被害届出しました。受理されました。どこにも脅迫の要素ないですよ。事実だけですよ。事実であり、それは私の権利の行使。正当な権利の行使。ということですね。でも、こういうふうに、こういう言葉や発言も、こういう脅迫罪が成立する可能性がある。また、相手の行為に違法性や不当性がないことが明らかなのに、因縁をつけて法的手段を取ると述べた場合も、適法な行為とは言えません。したがって、単なる脅しの言葉と捉えられて、脅迫罪が成立する恐れがあります。というふうに書かれていると。なるほど。法律って面白いですね。やっぱり弱いものをね、守ってくれていると。やっぱ不当な、ね、権力の行使。これあってはならないというのがね、これはやっぱり、ね、法律の、ね、基本だと思いますよ。はい、私は、ね、普通の一般人ですから、何の権力もない。片やあちらさんは、国政政党の党首ですから、金もある、公金を注入されてるんですよ。公金注入されてる。権力もあるんですよ。すごいですね。怖いですね。そしてね、まあ、私、こっちにまとめておきました。日報党、百田代表、こちらの方、日本を守るとか、日本を豊かに強くするとか、日本を幸せにするというふうに言っています。ところが、衆院選を捨てて、国政政党になった後、要はその公金を、ね、もらうことが決定して、
公人になったわけですよ、この方晴れて。そしたらですよ、国政政党の代表にもなったにもかかわらず、この方、寄付金の領収書未発行問題についてなどについて、いっぱいありますね、問題。説明責任を全く果たさず、それどころか一国民一有権者である飯山明を罵倒し続け、ついには刑事告訴すると、ほのめかして脅迫していると。はい、さらに、この日報党百田代表の飯山明についてのエクスポストは、これは脅迫罪や名誉毀損、偽計業務妨害などに当たる可能性があるんですよ。日報党の百田代表、国政政党の代表になったにもかかわらず、これ、ね、びっくりするんですよ。異なる意見に全く耳を傾けないと。全く傾けない。信者の意見しか聞かない。私のように異論を述べる者はね、耳を傾けるどころか、気に入らないと言って、その人間をね、排除するんですよ。こいつ、意見するから、気に入らない、ポイって排除する。これ私ね、排除し、YouTube 排除するだけじゃ物と、もうね、我慢できなきゃ、排除するだけでもまだ我慢できない。YouTube や X でね、嘲笑って罵倒して、支持者を煽って、社会的に粛清するという。これも、およそ民主主義とは言い難い言動を繰り返している。これが、国政政党、日報党の百田代表でございます。はい、そして、日報党には、この、明らかにちょっと問題あるんじゃないの?という代表、この代表に対して、責任を問うたり、あるいは代表を辞めさせたりする条件や規約は、日報党にはありません。ですから日報党というのは、すなわち、百田氏の独裁の政党でございます。はい、だって、そういうふうにあの規約に書かれてるから。さらに、日報党百田代表、X 上で飯山明に対する憎悪を煽動、それにより、大量の支持者が飯山明に対するネットリンチを実行、中には飯山明とその家族を子と殺害予告する支持者まで現れて、飯山明はなんと警察に被害届を提出し、受理されました。こんな事態にまで発展していると。にもかかわらず、日報党はね、これ支持者や周辺のスタッフらの、この過激な言動、飯山明に対するネットリンチ、こういうものをね、抑制しようとは一切しないわけ。日報党はね、国政政党なのに。抑制しようとしないばかりか、代表や議員が率先して飯山明に対する憎悪を煽って集団リンチを煽動していると。これが日報党でございます。はい。さらに、日報党百田代表は平気で嘘をつきます。そして、それが嘘だと証明されています。はい、日報党百田代表は公然と有権者をバカにしています。そして、罵っています。頭悪いんか。バカやなと罵っています。はい、そして日報党百田代表は公然と病人、体の具合が悪い人をね、公然と揶揄して、物笑いの種にして、笑っています。あざ笑っています。信者さんと一緒になって。そして、日報党百田代表は過去に弱者、そして外国人に対するキャベツ的な発言をどんどこ繰り返し、さらには、韓国と戦したいなんていう恐るべき発言を繰り返ししています。はい、そして、日報党、島田議員、こちらは議員さんになりましたね。島田議員は、一民間人である飯山明に対して、YouTube をやめろ、黙れという趣旨のポストを繰り返し投稿して、圧力をかけています。権力者なのに、一民間人、一有権者に対して、圧力をかけると。X を使って公然と圧力をかけると。これははっきり言って人権侵害です。これは表現の自由に抵触する権力の乱用ではないでしょうか。そして権力者の民間人に対する威圧、言論弾圧ではないでしょうか。さらにこちら、日報党の島田議員はですね、一民間人である私に対して明らかな女性差別、
女性蔑視、こういうポストを大量に投稿していると。さらに、こういった問題ポストをいちいち日保党の百田代表はリポストして拡散に努めていると。さらに、こちら私これまで 何日もかけてお話してきました。日保党は東京中国補選で支援者を騙したり裏切ったりしており、金銭トラブルを起こしている。こういった問題がこちらの党にはあります。今日ねここでご紹介しきれないたくさんの問題について私これまで YouTube で語ってきましたね。どうでしょう皆さん、国政政党に見事なりましたね。はい、今回のね衆院選は日保党は国政政党になるのが目標だったらしいですからね、見事その目標を達成しました。本当におめでとうございます。はい。でもあなたたち、これから国政政党になって公金をもらう立場になった。あなたたちはもう権力者なんですよ。ですから、公党として、国政政党として、国民の批判に耐えなければいけない。そして国民からの疑問には答えなければいけないんですよ。今までね、信者さんの社会の中でね、気に入らない奴をね、排除して、リンチして、いじめて、それでね、やり過ごせたかもしれないですけどね。これね、公党になったら、公費ですから、公金もらってるんですよ。そんなん通用するわけないじゃないですかって話なんですよ。そう思いません？皆さん。そしてですよ。オチが必要でしょ？だから私、これね、あのね、YouTube の、私 YouTube の、いつかのね、YouTube にね、あのね、書き込みしてね、教えてくださった方がいて、あ、私ね、あのね、皆さん YouTube に、コメント書き込んでくださった人ね、全部見てます。全部見てます。それでその中にね、面白いことを教えてくださった方がいたんですよ。それで、何これと思って、ググった。そしたら、本当だっていうふうにね、分かった。そう、書き込んでくださった方。ありがとうございます。はい。で、それ何かっていうと、ほら、10月15日に、さっき私紹介したでしょ、こういうポストがあったわけ。飯山あかりのね、切り抜きがいろいろ目に入ってくると。飯山あかりは呆れるほどの嘘をついていると。で、選挙が終わったら、これまで武士の情けで言わなかったこと、ずっと言わないでおこうと思っていたことを全部言うことにする。みんなびっくりすると思う。これね、このポストだったじゃないですか。10月15日。これ。なんと8年前、2016年3月に、なんか純愛事件っていうのがあったらしいです。私、ね、も全然知らなかったの。これ見てね、何これっていうふうにね、思ったの。こういうね、事件があった。事件という裁判があったんですよ。で、これ、ね、何かっていうと、皆さんご存知でした？だからね、私ね、前も言ったかもしれないですけど、このね、方々に対して、百合さんね、何にも疑いを抱いてなかったわけ。それは私は間抜けちゃ間抜けないんですよ。私はね、もう信じ込んじゃったから私は悪いわけ。間違ってた、はっきり言って。失敗でした。はい、私が警察でした。それ間違いない。で、だからこんな話を知らなかったわけ。これ何がっちゅうと、なんかね、屋敷隆人というね、歌手でタレントの方がいらしたと。この方で64歳に亡くなった。早いですね。亡くなった早いですね。で、この方の闘病されていたと。で、闘病生活と30歳以上年下の妻、さくらさんの無償の夫婦愛を描いた、純愛っていうね、本を、この、国政政党、日保党の百田代表は書いたと。で、それ出版したと。で、これをめぐって裁判になったと。なんでかっていうと、この高人さんの長女、が、この本によって名誉を傷つけられたとして、この出版社を相手に出版差し止めなどを請求した民事訴訟が行われたということなんですね。で、このね、純愛という作品については、発売直後からネット上で、この、さくらさんというね、30歳以上年下の奥さん、さくら氏の経歴をはじめとする記述が嘘だったり、でたらめだったりして、そういうの嘘とかデタラメが、この純愛っていう本の中の、ね、嘘デタラメが次々と露呈して、大騒動になったんだって。全然知らない、私。全然知らない。はっきり言って本当全然知らないです、こんな話ね。で、この2016年ね、この今回の後半は、この作者、百田氏が初めて証人として出廷することもあり、世間の注目を集めていた。で、この百田氏は2014年11月にね、
ツイッター、今の X ね、ツイッターでこのように発言していた。高人氏の娘が出版差し止め請求の裁判を起こしてきた。裁判となれば、今まで言わなかったこと、本にはあえて書かなかったいろいろな証拠を、すべて法廷に提出する。一番おぞましい人間は誰か。真実はどこにあるか。すべて明らかになる。世間はびっくりするぞ。あれ？これ、同じじゃないですか。これまで言わなかったこと、ずっと言わないでおこうと思ってたことを全部言うことにする。みんなびっくりするぞと。これね、同じなんですよ。ビビるほど同じなんですよ。だからね、私の YouTube 聞いてくださってる方は、私はこの人とね、お付き合いね、せいぜいこう3年くらいですよね。でもね、その全然昔、もう10年以上前から、この人のことをよく知ってる方、たくさんいらっしゃるんですよ。そういう方が私の YouTube とか見てるわけ。で、それでこういうのを見るとね、あれだ、この人、前もそういえば同じようなこと言ってたなって思い浮かぶ人がいるわけですよ。で、そういう人が私教えてくれたわけ。そういえばこの人ね、前ね、裁判の時もあってね、で、ね、その純愛っていうのを巡るって、ね、裁判があってね、その時もね、同じことを言ってたよって教えてくれたわけ。で、それね、まだオチがある、続きがある。で、だからね、全部明らかにするって、世間はびっくりするぞって私の今、同じ状況ですよ。言ってるわけ。で、ところが、証言台に立った百田氏の口からは、そんな、あえて書かなかった新証拠や、一番おぞましい人間の真実もなるものは一切出てこず、むしろ、百田氏自身のずさんな取材の実態ばかりが露呈したのだった。百田氏は逆に、一方的な取材しかしていないことを、自ら暴露したのだ。というオチでしたと。ですからね、これ他にもいろいろ書いてくださった方がいたんだけども、これね、今まで言わなかったこと全部言ってやれって、みんなびっくりするぞって、これね、上等区らしいんですよ。なんかね、しょっちゅう言ってるらしい。でもね、この時、そして今だってこの人ね、国政政党になったんですよ。日法党はね。で、その代表を務めてるわけですよ、この人はね。で、もう国政政党になった後になって、全部公開する、全部暴露するぞ、全部晒すぞと。刑事事件として告訴するぞと、口頭になった今になっても言ってるんですよ。これ国政政党の投資ですよ、皆さん。我々の税金、わかんないけど、何億とこれに投入されるんですよ。でね、ここにね、今ね、国政政党とね、なってるの、今のところね、自民党、立憲、維新、国民民主、公明、令和、共産、賛成、そして、日法、社民、計10党となったってありますけど、この中にね、日法党以外に、党首が、こんなことやってる人、党首がね、ネットでこんなことやってる人、そんな党ありますか？日法党以外に。いや、私は知らない。こんな党がね、本当にね、この政党助成金をね、もらうに値するんでしょうか。この人今やってること、一民間人、私に対する脅迫ですよ、はっきり言って。このどこにね、政党交付金の交付に値する、健全で公明で公正な政治活動。これどこにあんの？これ。日法党のどこ？